はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回はこちら、ですね、虫届いたの紹介なんですけど、こうした方がわかるかな。こちらなんですけど、何かわかりますでしょうか。こっちメスなんですけど、メスの方ですね。で、オスの方を見てもらったらわかると思うんですけど、こちら。自分もオスを、実際に見るのは初めてですね。こちらですね。ヤソン。ツヤヒササイカブトですね。ワイルドペルー帰り。入荷はですね、なんと2016年3月28日、去年の個体になります。というのもですね、今、味覚はで、なんか、まあ、言い方はあれですけど、まあ、在庫処分セールみたいなやつやってるんですよ。やってたんですよ。ツイッター見てたら。で、それで、まあ、です。正直ね、ヤソンなんてクソ高い種類なんで、はっきり言うて。ね、それがもう超格安で売られてたんで、じゃあもう買うしかねえなと思って、まあ買った次第です。まあ別々売られてたんです、これ。メスタン、オスタン。まあオスはご一緒してなかったんですけど、ネットでホームページで売られて回して、で、オス買って、それでメスも買ったっていうね。一応、まあクーポン券も使いましたけど、超格安で、ね、ほんと買えましたんで、ね、よかったかなと思います。で、まあ状態としては、一応ね、左、まあ、不摂掛けってなってますけど、まあ、ちょこちょここう、やっぱり、不摂の力が弱かったりとかっていうのを見受けられますね。まあ、もう入荷から1年近く経つんで、まあ、そんなもんかなと。メスもまあ、そんな感じですね。不摂がこういう欠けてるんですけど、やっぱこうね、先っちょがちょっともう弱ったりとかっていうのはありますね。まあ、こっちに関しては大丈夫かなと思いますけど、オスがですね、早めにちょっと欠けたいなと。まあ一応、ヤソンに関しては、まあ、メソッド知ってる人はいいんですけど、知らない人はかなり多分手こずる種類かなと思われます。自分去年やってですね、まあ一応産卵までは行ってますんで、なんとか、今回ですね、まあ種、まあ、こいつらのスペックっていうか、状態次第ですけど、なんとか幼虫までたどり着けたらなぁと思います。こいつは丸っこいんですよね、こうやって。この手のやつはちょっとまあ難しいっていうか、コツがいる種類ですね。で、こいつは結構死んだふりなんかしますんで面白いですよ。で、寿命も2年半とか、ワイルドで2年半とか来たりするんで、どうなんでしょうね。面白い種類だと思いますよ。まあなかなかこうね、気軽に挑める種類かって言われればやっぱそうではないんで、こうね、お金もあってこうね、腕試しもしてみたいっていう人はちょっと挑んでみたらいいかなと思います。ですね、まあ、次の動画で一応産卵セットを組みますんで、まあ、それに関してちょっとすいません。本当は全部公開したいんですけど、自分なりのメソッドもこうありますんで、ちょっと一部分隠しながらね、動画をちょっと産卵セット組んでいきたいと思います。それではですね、ヤソンツヤヒサシサイカブトの、紹介動画を終わります。